今度は水色の DS です。これは、僕の DS で、小学校1年生の半ばぐらいに買ってもらって、小学校3年生ぐらいの時にお母さんにこのデコシールを貼ってもらいました。で、こういう上はこういう感じで、中身はしばらく遊んでないから汚いと思うんですけど、ちょっと待ってください。こういう感じでなっています。でもなんで黒い方を持っているかというと、R ボタンと十字キーが効かなくなってしまって壊れてしまったため、赤の方を買ってもらいました。電源は普通につけます。で、しばらく遊んでないため、こういう風に汚れが目立っています。こんな感じです。終わりです。